青のゴミ箱に入れてもらいましょう。入れてもらいましょう。はい、入れない。はい、上手になりました。ね、ありがとうございます。皆さんも間違えたらしっかり取り出してくださいね。間違えたらまあ家じゃなくて太陽君みたいにね戻してくださいね。それではじゃあ今度、じゃあこれいきましょう。はい、これ木の方です。これ何ゴミでしょう。あ、そうです。ありがとうございます。燃えるゴミ、赤いゴミ箱ですね。はい、じゃあ赤いゴミ箱入れてください。はい、上手になれました。ありがとうございます。では、じゃあ最後にしましょう。じゃあ最後。はい、こちら、何ゴミでしょう。黄色。あ、そうですね。黄色です。プラスチックゴミです。ということで、黄色のゴミ箱に入れてもらいましょう。最後できたら皆さん、拍手送ってあげてください。大丈夫そう？入れられそう？戻さなくていいですよ。はい、入れられそう？捨ててください。お気に入りなんで捨てたくないみたいですね。入れられそう？はい、上手になりました。ありがとうございます。たかよくなんとかゴミの分別できました。ゴミの分別はね、今日も皆さんすぐできることだと思います。ゴミの分別を正しくすることで正しく資源がリサイクルされて、またね、あの地球にも優しいことになりますので、ぜひね、今日のことを皆さん思い出して、ぜひぜひゴミの分別は積極的にやっていただければなと思います。そんなことで太陽くん、できること全部やってしまいましたので、あとはですね、皆さんにシャッターチャンスをお届けしてお家に帰りたいと思います。皆さん最後までの応援どうもありがとうございました。